まだおかしくなっている。こんばんは。ギフトありがとうございます。ポニーテールです。でも失敗しちゃってます。この横着を取る位置を失敗しちゃってます。カクカク動く。嘘。どういうこと？どういうこと？電波。おかしい。もう。で、おかしくなってるまた。どういう現象？フォローしました、ありがとう。普通？普通にいい？ギフトありがとう。いつまでお誕生日おめでとうってあるんですかね。長い、割と長い。ロボットみたいにカクカク動かしちゃった。普通に挨拶が悪口じゃね。悪口じゃね。ちょうどいい大きさだな。こっちの目だけ見る。最近のお気に入りの品です。ガチャガチャで撮りました。じゃん、鏡になって。
ギフトありがとう。いいやつよ。普通や。今日は普通や。東京公演ね、無料無料配信でしたっけ。福フェスの方も、ニコ生か、フェスの方も配信があるようです。無料で見れます。30日間アーカイブ。でもオープニング、アリフクのオープニングは配信がないらしいので、見に来てくれた人のみとなります。で、花だれの方も、花だれ？どこで見たっけ？花だれも配信？ニコ生でしたっけ。ママハートありがとう。チェック。アベマ？アベマだそうでというにいたら楽しみです。でしょ。見どころやろ。そこが一番の見どころやろ。こんばんは。新公園のことをマジで忘れるぐらい何もない何もない。あったなってぐらい。いつ分かるんですかね。こんばんは。ありがとう。見てない。最近はそういうの見てない。アベマとか、Hulu とか。見てないよ。アゲ受ける。10月分当選しました。おめでとうございます。おめでとうございます。再販中です。何もないのが進行まあそうかも。ハートありがとうございます。
まあ予想は、予想は、うん、秋から始まるってなってたけど、秋に発表あって、まあ予想は来年からとかですかね。来年とかじゃないですか、知らんけど。牛タンの日、今日、おう、ん、牛、そう、新幹線のチケット取れば大阪行ける。おお、12月待ってます、待ってます。初訪問ありがとう、ハートありがとう。新生スタジオ、ね、今戦ってます。戦ってます。私はスタジオの新公演で生誕祭がしたいと願っています。無力、聞けなくなるの寂しい。本当、まあまだありますからね。まだあと何回やる？あのぐらい分からんけど、東京公演もあるし、耳にこべりつけといてください。ちゃんと見に来て、耳にべっとりこべりつけておいてください。今日の髪型が可愛いについて、ただのポニーテールです、ただのポニーテールです。ポハポハ、前髪もパサパサ。オイルつけてないから、パサパサヘア。コペルニクス、どういう日本語？どういう日本語？まわー、つほうもありがとう。ポハポハヘア。
服の正解がまああんま分かってないけど、このトップスは難しすぎ、大事件なんかここにあるの、なんかこうちょっと分からん、いいんです。この紐が絶対なくなると予想する私は、この服についてるやつだけどこの服と一体化してないか、別々になってるのでこの紐が絶対どっかに行方不明になると予想する。ノースリーブスやめてもらっていい？ノースリーブスユニットやんけ。こんばんは。ブラックコーデにハマってはないです。普通にもともと黒が好きです。写真は鏡のメールで送ったやつのみ、あれレアです、結構レアショット、あれです。ありがとう。ここは TSS のスタジオです。一見あれですね、なんか DD の人が見たことあるんじゃない全然分からんけど、 DD の人は見覚えあるかもしれんけど、今日は先生が遅れてきたんですね。だからいつもは普通に先生の方が先におるけですけど、そう今日はレアでした。私の方が早く着いて待ってたので写真撮ってみました。
麦茶ですか。そうですよ、麦茶しかなかったんですよ、そこの自販機。珍しくね。緑茶が好きですけど、水か麦茶しかなかった。フォローしました、ありがとう。ギフトありがとう。全身写真を撮りたいからあえて早く行った。なんてひねくれた人なの、よく分からないですけど。それはないです、それは全くないです。岩茶うまそう。今度飲んでみるね、岩茶。コスロリ系の服を送ったら来ますか。来ません。ここは言っとかないとね、困りますから。来ません。いて、フットネイルは変えてないです。足の爪ってすごいマジで伸びるの遅い、倍ぐらい。が2ヶ月まだ経ってないですけど、2ヶ月いけます。手の爪は伸びるから2ヶ月はいけないですけど、すごい9月終わり、今月の終わりぐらいにもう撮ります。もう撮る予定です。さすがに10月になってサンダルは履かないでしょう。ギフトありがとう。歌ですね、今日歌練です。真面目なのがバレちゃう。歌唱力もなければ何も一人で歌う機会はないですけど、歌練行って真面目なのがバレちゃう。ありがとう。ね、これはちょっと短くしたんですよ。長、目が長いとやっぱダメ。やっぱ爪に亀裂が入ると思って短くしたらちょっとしか伸びてないまだ。そう、短ね。
爪割れて肉が出てくるぐらい気がしたの。怖すぎやろ、怖すぎやろ。訪問ありがとう。ママ書道やってないです。ギフトありがとう。私は巻き爪を直したいけど巻き爪で困ることある。親指の爪を見てクロンクロンってなってるんですけど、やばい、直した方がいいんですか。どうやって直すのかも知らんけど強そうで折れた、おもろでもなんか前もチャビーの背中写真撮ったんやけど、これがまあおじいさんすぎる、なんかもうこれが前撮ったチャビか、これが今日のチャビーくん。痩せた痩せたくねウケる痩せたくない、チャビー。ちょっと分からんけど背中丸まりすぎやし、これガチおもろい。それで外を見てます、黄昏。これが今日のチャビー、かわいい。イケメンな背中になったら、おじいさん、おじいさん背中からイケメンな背中ガチおもろい、かわいい。かわいすぎでしょ。チャビーおっさんです。おっさんすぎまあ、俺の将来を見てる、死ぬ一緒にするな一緒にするな、生きようなおもろ、かわいかろう。
ロニーちゃんはここにいなかったので今日は写真ないんですけど、ロニーがフォトスポットにいないんだよね、いつも。チャビーの方がなんか写真撮れるようなとこにいつもいるから、チャビーの方が写真多いです。モデル犬、モデル犬ガチなれる。チャビーモデル犬ガチなれる。カメラを向けられても動じない。ロニーは逃げたりする、カメラを向けると。子供に人間界と違うよ、やっぱり全然違う。こんばんは。4歳ですけど多分反抗期です。反抗期です。姿勢を正さないと。急に。そう、ありがとう。反抗期ですよ。今もなお。今もなお反抗期ですけど。ニヤニカ。スホーム、ありがとう。反抗期って何って感じやけどね、まあ普通に。反抗期って何って感じですけど、ちゃんと自分の考えを伝えることガチ大事。反抗期が悪いイメージなの、世の中を変えたい。変えたいですね。反抗、人に反抗して生きていかないと自分の意見通らずに流されて生きていくことになりますし、大人になっても子供みたいな、大人になりきれてないような人間になってしまう。そんなのやばくないですか？
きはガチ大事やね。壁に穴開けてどういう状況？ギフトありがとうございます。チャラアニは知らない。反抗期とかあったんか、ガチわからん、ガチわからんけど今は意味不明な行動に出てまして、一人で自由奔放に分かりません。こんばんは。やりたいけど、なんか浮いてるからさ、お前ってぺったんこの前髪ぺちゃんこの人の方が可愛くない？この根元が浮いてますから、私はなんかどうって感じではあるけど、やってみたいね。意図的になりまし、お前になってしまいましたじゃなくて、意図的にやる、お前をやりたい。物飛んできました。ウケる。いいと思います。でもいいと思います。ハートありがとう。自分の意見が 100% 正しいと思って戦うわけやん。大事じゃね、それって。それって大事なことじゃん。それが正しくなかったとしても、その争いが終わった結果、気づくこともあるし、ああ、まあ
自分は 100% 正しいと思ってたけど、まあこういう考えもあるかってなる時もあるし、いや、やっぱり自分の考えが正しかったっていう結果になることもある。何も生まれない意味のない喧嘩が一番嫌いなので私は。そう何に怒られてるのか全然全く意味がわからない喧嘩から逃げます。そう、賢いタイプの女です。んこれは何を言っているんだこの人、さようならって感じ。その喧嘩の結果何も学ぶことがないと感じたら逃げるしかない。時間の無駄だからね。ハートありがとうございます。初訪問ありがとう。売られたとしても買わない。そんな売られることある？今日分からんけど。まあそんな感じやね。溜め込まないタイプ。そうです、本当に良かった。そういうタイプの性格に生まれてこえて私は幸せです。まあいきやすいですね。溜め込んでっていうタイプはもう生きづらい。フォローしました、ありがとう。大変なことでも普通にこなす感覚、いやそうなんですよね。
そうなんですけど、そのできちゃう、できる、そうできてしまうからあれなんですけど、できると思われて、そういうのがどんどん積み重なっていってしまうっていうのは違うじゃないですか。だからちゃんとああできるんだっていう風に思われて、そう何一回きりのために全部新しいところを覚え捨てるのが当たり前ということになってしまうと話は別になりますので、そういうのは伝えていかないと本当にダメですね。こんばんは。こんばんは。そういうのを伝えるのも難しいですけどね。こんばんは。痛い動画の使い方すごい後だけそれね、シミサラにね見破られてたのがおもろかった。最近発覚したんやけど、アリちゃんってさマジでさ赤ちゃんみたいな顔しとんのにさ、マジでさ考えは大人すぎるよねそう、うん、言われました。でもねサラはねそんなことねもう数年前からちゃんと気づいとったよとか言われて、え急に急にありがとうございますって感じだった。おもろすぎた、見抜かれてました。サラはねもうねそんなこと数年前から分かっとったんやけどね、マジ大人よねとかほんまにおもろい、ほんまにおもろい。確かに楽しかったから大阪申し込んで当たったら、あ嬉しい、泉ちゃん嬉しい、大阪で待ってます再販中なので皆さん会いに来てください。オンラインと直接会えるのはもう大阪のみです。うん、よろしくお願いします。通報もありがとう。地方野菜ってムカつくと思ったこともゼロえそんなこと思う、なんか多分か違うんやと思うよね。逆にねリスペクト、そのとかあったらそのコミュ障っていうか話したい事柄、自分が聞きたい事柄とか話したいこととかがない限りはマジで大人の人とかと喋れない系の人なんですね。だからそう自分がそういうタイプだから、うん、そう大人の人とかと喋れる人とかを見ると人によっては媚び売っとるとか思う人とかもおるやん。逆にあいつ大人だなとか思うけどねそんなんでなんかいちいちムカついてた、意味わからんやん。ありがとう。 MBTA の違いですかねMBTA の違いとか分からんけど、つかない性格ではあるけど、どうよくないまあ、アイスはそういうことできんから
すごいな、もう大人やなとか思うけど、ね、どう？日本で一番少ないMBTI タイプの人、そうです、貴重、ほんまなんか分からんけど、まあそういう感じですそういう感じです、めっちゃすごいと、ありがとうございますだから逆にあの相談とかできない、あ、じゃあアイスはこう思うよ、こう思うからそんなムカついたりしないとかいうことはできますけど、の考えになってみて考えることができない相談、人生相談とかは多分できないですね。性格マジで海外がある、考え方も嬉しい嬉しい、海外文化好きですよ、なんかいいじゃん、なんか、うん、考えすぎじゃない、だって日本人海外の人はあんま知らんけど日本人は考えすぎってなんか言われてるじゃないですか、海外の人はあの何、自分のすごいところをこうアピールしてすごいでしょっていう文化じゃないですか、道行くないそれって感じ、マジ、リスペクト、日本は自分すごい、自分がこういうこともできてこういうこともできてって言ったら引いた目で見られるっていう感じの文化ですけど海外は自分のことアピールしてなんぼじゃないですか、ミスなんとかみたいなコンテストとかマジすごくないいいと思います、リスペクト、出る杭は打たれる、出過ぎた杭は打たれないしか知らん、出過ぎた杭は打たれない、勢いだ押し通せ、そっちに変えた方がいい、出過ぎた杭は打たれないアンジュルムさんの曲です、はい、ありがとう、ではそろそろ終わりたいと思いますそろそろ終わります、10歳三宅さん、12位ひろたんたん、11位ヘルナンドさん、10位星みっつさん、9位みっち、8位そうちゃん、7位きもつんつん、6位ここあり大地き星人、5位ワンジャラさん、4位タイムファイヤーさん、3位アヤさん、2位コジ、1位はドルルンマキさんです、ありがとうございますありがとうございます、深い話です深かったですか、それはよかった、ありがとうございます、では終わりたいと思います、明日も
頑張っていきましょう。バイ。おやすみー。